ミートモラジオ、はい、というわけでね、やってまいりましたミートモラジオ、この番組は、この杉並のゴミ屋敷からお送りしておりますけども、どんな番組かと言いますとね、友達のいない僕が、ね、唯一友達のいるミートモとお話をしていこうと、あと吉田豪さんをね、必要に追いかけてね、吉田豪さんの発言をいろいろ聞いていこうという番組になっておりますけども、日が明けて今日5月2日はね、僕のもう憧れてやまないね、今の清志郎さんのね命日でありますからね、5月2日はね、毎年ね、僕は、たまらん坂に行って、たまらん坂を歌うというね、勝手に、迷惑にならない程度にやっておりますのでね、今日も行ってこようと思ってますよ。ねえ。行ってきましょう。ね。あとね、今日何してたかっていうと、もうね、8日までピカリンがずっとね、リリーベをしてるでしょ。だからね、行ってきましたよ。今日も。だからね、ってことないですけどね。もう、どうしようもない。可愛くて。可愛くてというかね、今日も、首締めスタイルをいただいてきました。やったね。汐留。うん、って言いましたね。なんでこんなにね、ピカリンのことこうまでしてね、にわかでありながらこうまでして追っかけてんのかなってね、ずっと考えてたんですよね。まずね、まず可愛いでしょ。で、曲がいい、声がいいね、可愛い、曲がいい、声がいいね。可愛いだけじゃなかなか人間動きませんよ、本当にね。で、曲がいいでしょ。可愛い、曲がいい、可愛いと曲がいいだけじゃなかなか動きませんよ、人もね。おまけに声がいいでしょ。で、3つ揃ったら行くしかないでしょう、ということで行ってまいりましたよ。まあ本当にね、楽しかったですね。いろいろ知り合いになった方もね、みんなそれぞれ愛があってね、いいじゃないですか、本当に。ね、そんな感じで、あ、じゃあ早速ね、聞いていきましょう。誰のこと、これはスージーさんですね。書き出し小説を最近ね、全く書いてなくて、名刺に僕入れてるんですけど、書けよな、一つぐらい送れよって感じ。スージーの部屋に遊びに行ってました、
そういえば、スージーの今までで一番の冒険は退職。おー、なるほどね。だそうです。大海原に漕ぎ出したね。イプシロン。大海原へ漕ぎ出しましたね。またね、イカの T シャツ取ろうとして一つも取れんかったんすよ。どうやったら取れんすか。ねえ、もう一人来て、ゴーさんとこ行く。ベルゴに年を取ったら、どんな老人になると思う、うん、って聞いたら、ね、うん、怖かったその二層。あらららら。食べ物の趣味も似てきてるし、うん、怖い。なるほどね。と答えたそうです。DNA には逆らいませんな。そう入れておきましょうか。サンキュー。人も書き出し小説。書き出し小説を書けよう、俺。書けよう。おばあちゃん、もしかして意地悪ばあさんだったの？青島都知事。そうそう、超意地悪ばあさんわら、ねえ、月曜、ドラマスペシャルやってましたね。意地悪ばあさん、青島由紀夫さんですわ。DNA イプシロン言うの忘れたプロン。 DNA には逆らえませんね。ね、はい、じゃあ聞くのやめて。ゴーさんがね、あと24。そういえば、最近、うん、新しい服を着せてもらったんで、写真を撮ったんですよ。任天堂、俺すげえ答えてるから質問ねえから、こう写真になるんだよね、すぐ。ほら、もうちょっとどうしようもねえよ、これ。どこの壁だよな、これ。なかなかよく撮れたので、フレンドにも見せたいんですけど。うん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 、いいよ。いいよ。ありがとうございます。何かコメントはありますか？しまった。そのまま行っちゃったね。いいや。ね。行って行って。ああ、長いんだよ、これが。ね。こう、一応、ね。写真だけでも、きっと伝わります。そう。ネムキュン色に、床もネムキュン色じゃないですか。これ、オレンジネムキュン色やんけ。どうして？オレンジネムキュン色や。よう、見たら、ね。うっそー、ネムくんとリサチ寄りの箱押しですよ。箱押さんとこ行きましょう。もうランクが20から増えねえんだけど、なんか増えてんの？増えてないよね。20がマックスってことだよね。バーあるもん。あ、増えてるかな。24だね。答えてないね。どうもです。実は僕、親の影響を受けてるとしたら、どんな影響を受けてる、うん、と聞かれたら、父親の趣味が麻雀ぐらいだったから、そこが反面教師になってます、うん、と答えます。なるほど、ギャンブルはしないってことなのかなね。サンキュー。24でしょ。よ、4個ずつ聞いたらもう1週間で枯渇しますね、これ。どうします？僕が最近、うん、さっき読み終わったのが、うん、長渕剛論。ああ。いまいち。なんか出てましたね。結構前に出てたんじゃないかな。違って、アルバムと同時に出てたのは違うのかな。僕がね、音楽関係者からいろいろ聞いた長渕剛エピソードの方が、圧倒的に破壊力があって面白いです。なるほどね。で、本を読みました。そら、勝てないよね。ゴーさんですからね。サンキュー。ねえ、郷さんは一体どのジャンルに弱いんですかね。アイドルいけるでしょ、まあ、長渕も音楽関係もねいけるでしょ。ねえ、なんだろうね。郷さん知らないことないんじゃないかっていうぐらい。ねえ、なるほど。もう一個聞いちゃう。雨、僕、犬のどこが好き？って聞かれたら、頭がいいとか言われてるけど、うん、どう見てもバカな、うん、ところ、餌、うん、散歩、撫でろ、うん、寝る、まとな、まとな、って答えますわ、うん。なるほどね。サンキュー。ね、あんまり、まあ、嫌いじゃないけど、まあ、飼わないよね。めんどくさいから。ね、うん。猫の方がいいですよ。ほっといていいもんね。雨行っちゃおうかな。雨行っとく？
答えが減っちゃうんだよな。行こうか行こう。最近僕にあった出来事といえば、MMB 木下作家と天王寺動物園に行ったり、神戸で観覧車に乗ったり、古本屋に行ったりしてました。ですね、雑誌の取材かな。いいなね。サンキュー。採用という、これ忘れてましたね。採用というね。じゃああんまり聞くとね、ゴーさんの答えがなくなっちゃうんで、今日はこの辺に。ところで、原田専門家が犬好きだとしたら、犬のどんなところが好きですか？犬のどんな、犬好きだとしたら、なるほどね。犬ね、パグとかね、あの辺好きなんですよね。フレンチブルドッグとか、どんなところがね、まあ、イプシロン行くの忘れた。犬といえば、餌目当てでも鳴いてくれるとこですかね。ですよね、まあそうでしょう。人もね、お金目当てで鳴くとか、ね、どうもでした。ご飯目当てで鳴くとか、まあ行動の原理としてね、何か一つだけやったら動かんでしょう。プラス何かがないとね。ちょっとネゴのとこ行きましょうか。聞いて追い返しましょうか。一個お邪魔します。お邪魔してますか。いいな、忍びの T シャツ。ちなみに僕、有名人に会ったことがあるかって聞かれたら、糸井重里さんで答えますよ。僕はいいね。わーすごい。ねえ、クーネル遊ぶ。クーネルマルタは漫画ですから。クーネル遊ぶでしたっけ？土井さんには会ったことないね。よいしょ。追い返しちゃう。ところで、僕のいいところってどこだと思いますか？知らない知らない。みんなには内緒にします。鳥春にしかいませんから教えてください。鳥春さん誰だっけな。イプシロン。いい友のコーディネートのセンス。センス。照れくさいですね。鳥春さんって誰だったかな。漫画家？多いのはね、ほとんどが。それでは帰ります。ほとんどが書き出し小説、デイリーポータル、はい、早いね。デイリーポータル Z のね、書き出し小説家が多いんですけど、あとは、ね、漫画家さんも何人かいて、芸人と、ねえ、猫ちゃん行きましょうか。ねえ、気持ち悪い顔してんな、これ。聞いてくれな。僕が考える理想的なプロポーズとは、昨日とアナウンスでリーパーの結婚しよう。その情報、見てもらってる時になってたら知れる。大工。サンキュー。理想か？いい。大工。イプシロン。イプシロンいかない？不採用って。大工ね、大工さんっていう漫才の先生がいましてね、教えてもらってました。僕、手がないものですよ。助けてやったらもったいないと感じています。あー、なるほどね。紙袋やサンキューショッパーっていうやつですね。なんか若い気する。置いておきたい。ね、わかる。紙袋は大体取ってる。イプシロン。イプシロン。採用ということでね。イプシロン。紙袋は大体取ってる。ね。イプシロン。イプシロン。おい、もう一個聞いて終わりにしますか。僕はコラーメラとコラーメラが、どちらがスタートに行こう。なるほどね。コラーメラは、コメラ人生が一緒に行こう。なかなかね、コメディ映画は難しいよね。おい、みんなやってるかとかね、あっこまで突き抜けてくれると面白いけど。見たことあります？あれめちゃくちゃ面白いですよ。おい、みんなやってるかね。早男になって。おい。
みんなやってるか。これは本当に面白い。なかった。あ、ホラーは竹さん撮ってない。ホラーは撮ってないね。ねえ。そんな、ハラセモンの今週末の予定だ。今週末は、夜音で、清志郎さんで、夜音ですな。潜り込みますから、私。清志郎さんの予定ですね。楽しい。今年は誰、ジュンスカさんが出るんですかね。たまりませんね。また来てね。はい、バイバイ。潜り込みますから。ね、あ、ネゴちゃんもレベル20で止まってたね、今。20止まりなの？そんな感じで、もう一人聞きます？こんばんは。はい。宮古から直接聞いたんだけど、宮古は僕が好きな有名人はピカリンかな。吉田たけしさん、ミートのラジオ見ました、ね、たまたま私のアンサーがちらっと出た回でした。自分の分身が出てるのは不思議な気分です、なるほど、他には、うん、おー、ピカリン入ってる。電波組み、お、すごい、よく知ってる。ピカリン、うん、今和の清志郎さん、それしか言ってないから、斉藤和義、うん、さんだと思ってるみたいです。全部当たってるね。え、採用というか、もうその通りです。今はね、5353って全部当たりね。え、しつこく粘着してますよ。全部当たり、しつこく粘着してます。イプシロン積分、全部当たり。イプシロン積分ね、採用だから。イプシロン積分、もう一回読ますっていうね。全部当たり、しつこく粘着してますね。イプシロン積分ね、本当に全部当たり、よくご存知で。まあ、この話しかしてないよね。斉藤和義さんの話少ないですかね。え、あとね、水木しげる、恵比寿よしかずね、が出たら100点でした。あ、郷さんだ、聞いちゃえ。吉田光雄が最近食べて美味しかったものは、バレた件がなくなる直前に食べた新宿三丁目のパスタ屋の名物、絶望オリーブとキノコとチーズのパスタは、とりあえずイマイチでした。なんと。らしいです。あれね、あんまり言っちゃうとあれですけど、あれ食ったら死んじゃうんじゃねえかなって思っちゃうからさ、あんまり店名出さない方がいいよね。そうじゃないですよ、本当にね。でも僕は食べてみたいって思いましたからね。でも食べてみたいね。すぐ不謹慎がりをするでしょ、そんなことを言うとさ。でも面白いじゃないですか、あれ食ったら死ぬぞっつって食いに行くっていうのが。それを許してくれない。でも食べてみたい、イプシロン積分、ね、採用という。それを許してくれない世の中が本当に嫌だね。冗談やんかってね。そういえば僕は1回だけの1000年間の人生と100年間の人生を10回どちらがいいんでしたっけ。どっちも嫌だよ、1000年も行きたくねえよ俺。嫌だよ嫌だよ嫌だよ、これやから嫌だよ。どっちも嫌だよ本当。え、1回だけ1000年生きてその後どうすんのっていうのがあるでしょ。100年を10回か、めんどくさいぞ。なかなか何回やり直せる。あのね、何でした、あのジョジョとコラボのあの舞城さんの小説じゃないですけど、そんなにこう人生ループしてね、パラレルワールドみたいな感じになるんやったら面白いかもしれないですけど、まあどっちもやだな。でも1000歳になって勢力がまだギンギンにあったりしたらちょっと厄介じゃないですか。すごいロリコンになっちゃいますよね。それは1000歳と20歳ぐらいの子を好きになっちゃったら困っちゃうでしょ。だったらね、 100歳を10回っていうのが分かってての10回なのかね、1000年を1回の分かってての1000年なのかにもよるよね。なんでこんな真剣に考えてもこんな質問ね。どっちもやだよ、ね、やったほら。でもどちらかといえば繊細で20歳の小月になったらドロリじゃないです。ドロリじゃないですか。だったら100歳を10回かな。
本意じゃないけど。ニポジロン。哲学的ですね。ね、ミートモは哲学なんですよ。いいですか？あ、本に名前が書いてあるのはね、ピカリンがね、専門家って漢字が分かんなくて、書いて、今日は漢字で書きますって言ってくれてね、だったんですよ。だから手に書いたんですね。ね、じゃあこんなところでいいですかね。いやー、しかりって、しかしピカリンはほんとかわいい。なんだろうな、何に例えたらいいんだろうな。僕はね、こう、まあ世間的な捉え方はどうかわかんないですけど、こう弾いてみた感じというかね、出の感じというか、まあ、ポップティーなりケラとかね、雑誌経由で、曲も出して、曲の感じはちょっと違いますけどね、ちょっとキャリーパミュパミューが出てきた頃にすごい非常に近い、ね、感じをするんだ。キャリーちゃんが出てきた時もよくね、リリースイベントは買ってましたよね。だからそれに近い、それよりももっと身近なというかね、まあ近い感じがしてね、いいなと思ってるわけですよ。だからね、これね、化けるんじゃないかなとは、化けるんじゃないかなというかね、化けると思っていますよ、本当に近々、ね。いやー、あれは世間もほっとかれないですよ、本当に。まだまだほっとかれてる感じはしますけどね。いや、ほっとけないですよ、ほっとけないよや、ほんまね。そんなところですかね。明日はだからたまらん坂にね、たまらん坂は本当はニカポなんですよ、高いんですよ、泉谷さんがすごい文句言ってるでしょ、あいつの歌はキーが高いんだよって、ね。だから A なんだ、ね、プレイジーのキーは A なんですね。夜に腰掛けてた登録をしろね。